ないかな、ここは。でもライバーさんもね、そんな今回呼んでない。おぉ何え、あ、まだいた。なんだお前。え、ちょっと待った、お前動きがオタクだ。これヤシロだ。これはヤシロだ。だって動きちょっと綺麗もん。じゃあちょっと動き綺麗んだもん、あいつ。ほらほらほら、大はしゃぎしてるじゃん。大はしゃぎ。嬉しくてワクワクしちゃってる。あー、カメハメハだよ。見て、カメハメハ打ってるこいつ。あー、楽しそう。まだなんかやってますね。はい。あ、満足したんですよ。え、な、え、なに？何してるの？何してるのか全然わかる。まあ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 。なんだ？なんだ？何？何？死んだもん。おっと。寿司三昧みたいな感じで消えていて。寿司三昧ってやつ。寿司三昧ってやつバッて消えたね。途中なんかガイナ立ちみたいなこともしてたけど。なんか途中疲れてそう。疲れてたの。あれはちょっとはしゃぎすぎちゃった。あれだね、あのなんかさ、小学生にさ、起きたら体が小学生になってて、はしゃいだ後のおっさんみたいな。得点した後のあたりからもう、ね、俺、できるぞ。俺なんでもできる。やったー。ぐんぐんぐん。うわーって。最後、思い残すことない。せっかくのコラボだし。もうこれはもうそうですね。やすろくんかな。やすろさんか。どうですかね。我はさすらいの憲法が謎のパンダ師匠である。龍神、貴様、憲法家だったな、確か。であれば、私の正体ぐらい、簡単に察することができただろうな。あ、ヤシロです、どうも。お疲れ様です。じゃ、上がります。バイバイ。あ、マジ疲れた。あのね、最後の方、あれです。いやもう、変な動きすぎて疲れて、膝に手当ててました。終わり。じゃね。やっぱ疲れてます。合ってたね。なんか嫌だね。それは。そこはちょっと違うであっても欲しかった。ただ疲れてただけです。やっぱり体は嘘をつけないんだな。どんな体になろうとも体力は一緒ということで。うん、ちゃんと設定も考えてくれてた。そう。何でしたっけ？ウキウキ。さすらいの。さすらいの。なんとかがんとか。もう興味なくて誰も覚えてないです。皆さんだけでも覚えて帰ってあげてください。かわいそうなんでね。ぜひ、もう一回見直して、パンダなんだっけなーって、見直してあげてください。